こんばんは、クリミナルです。今回はシリアルキラーの動画になります。その男は韓国のシリアルキラー。主に富裕層の高齢者や風俗嬢の女性を狙い、20名の命を奪った。この事件は韓国全土を震撼させ、犯人の男はレインコートキラー、または韓国の殺人機械の異名を取った。ユ・ヨンチョルは1970年4月18日にコチャン郡に生まれた。彼の父親はベトナム機関兵で、ヨンチョルを虐待していた。また、この父親は収入が少なかったにもかかわらず、ギャンブルや女遊びに金を使っていた。そのため、ヨンチョルの家庭は極貧生活を強いられていた。そんな父親は、ヨンチョルが14歳の時に亡くなっている。また、ヨンチョルは母親からも愛情を与えられず、お前を産むんじゃなかったと言われることもあった。ヨンチョルは学校でも居場所がなかった。中学生時代から貧乏だったことを理由にいじめられていたのだ。友達があまりいなかったヨンチョルは絵を描いていた。彼は絵を描くのが非常に上手で、本人も芸術学校に進学を希望したが不合格。その後工業高校に進学したが、この頃から犯罪に手を染め始める。窃盗や住居への不法侵入を犯し、少年院送致となり、高校を中退した。ヨンチョルが21歳の時、借金取りに追われていた出張マッサージ師の女性をかくまり、その後、その女性と結婚する。ただ、ヨンチョルは結婚し、息子を授かった後も、窃盗、強姦、違法ポルノ販売、公務員詐称などの罪を犯し、投獄されている。そんな彼に妻は愛想を尽かし、2002年5月に離婚訴訟を申し立てて離婚に踏み切った。妻に離婚を突きつけられたヨンチョルは2003年9月に出所。それからわずか13日後、ヨンチョルは連続殺人事件を起こした。これが事件を起こす前のヨンチョルの経歴、犯罪歴である。彼は上記の刑で7年以上も刑務所に入っている。ヨンチョルは少女を強姦した罪で投獄されている間、別の韓国の犯罪者、チョン・ドゥヨンに関する記事を読んだ。この記事を読み、連続殺人を計画したと後に明かしている。ちなみに、チョン・ドゥヨン死刑囚は1999年6月から2000年4月までに23件の強盗、殺人を犯した男である。なお、ヨンチョルは連続殺人事件を起こす前に人里離れた山で犬を殺している。理由は殺人へのテストだ。犬を使ってどの殺害方法が最善かを模索していたのである。そして彼はハンマーで攻撃する方法を選んだ。彼の動機は社会への恨み、元妻への恨みであった。当初彼は元妻を殺害する気であったが、息子のことを案じ、思いとどまった。代わりに水商売で働く女性を標的として選んだと供述している。ただ、彼が最初に殺害したのは富裕層の高齢者であった。2003年9月24日。出所したばかりのヨンチョルは、ソウルの富裕層が住むカンナムで名誉教授夫婦を殺害するという凶行に及ぶ。民家に侵入したヨンチョルは、住人のイ・ドクスさんをハンマーで殴打し、首を刺した。続いて、妻のイ・ウンオクさんもハンマーで殴打し、殺害。事件現場は、ヨンチョルによって強盗殺人が起こったように見せかけられていた。しかし、金銭が盗まれていなかったため、警察は犯人は被害者と面識のある人物だと考えた。2003年10月9日、午後2時、ヨンチョルはソウル市チョンノの民家で住民3名をハンマーで殴打し、殺害。10月16日、ヨンチョルはカンナムの民家でヨー・ヨンヒーさんの頭をハンマーで殴打し、殺害。被害者は息子に発見され、病院に運ばれたが、30分後に亡くなった。それから1ヶ月後、ヨンチョルは2階建ての住居に侵入し、2階にいたキム・ジョンソクさんと家政婦のペ・ジヘさんの頭をハンマーで殴打し、殺害。ヨンチョルは2人を殺めた後、2階にある金庫を開けようとした時に怪我をした。すると彼は証拠隠滅のために2階に火をつけて逃走した。
なお1階の居間には1歳の男児がいたが、かろうじて生き残っている。この時代の韓国の警察は他の地域の警察と協力することは滅多になかった。ただ複数の事件現場から同一の足跡が確認されたため、当初想定していなかった連続殺人を疑い始め、合同捜査本部が作られた。2003年12月、ヨンチョルはテレクラである女性と知り合い、その女性と交際を始めた。二人は2ヶ月間同棲したが、女性がヨンチョルの犯罪歴を知ってしまい、彼は振られた。プライドを傷つけられたヨンチョルは、この件以降、風俗嬢の女性をターゲットとした。2004年2月、ヨンチョルは偽の警察手帳を使って、露天商のチョン・ヨンデさんから金を巻き上げようとした。しかしヨンデさんがヨンチョルが偽警官だと気づき、口論となった。ヨンチョルはヨンデさんを殺めるつもりではなかったが、刃物で顔をめった刺しにした。殺害後、手首を切断し、遺体を乗せたバンを燃やした。なお、切断した手首は海に捨てていた。2004年3月、ヨンチョルはソウル市マポクで、風俗嬢のクオンジナさんを絞め殺し、遺体を切断し、ソガン大学校近くのゴミ箱に捨てた。4月、ヨンチョルはアンジェヒョンさんを自分の番に誘い込み、手錠をかけた。そしてジェヒョンさんを20回以上刺し、手首を切り落とし、ジェヒョンさんを番に乗せた状態で火をつけて燃やした。それから1ヶ月後、ソウル市マポクで風俗嬢のキムヒソンさんを部屋に呼び寄せ、ハンマーで頭を殴打。浴室で首を斬首し、遺体を切断。切断した頭部の髪を縛って、それをハンガーに引っ掛けて血抜きをしていた。切断した遺体はキムチと混ぜて黒いビニール袋に入れ、ゴミ箱に捨てたり、ヨンセ大学校近くの山に埋めたりした。キムチを混ぜた理由は、匂いをごまかすためである。彼は遺体を埋めに行く際、タクシーを利用していたが、運転手に変な匂いがすると言われ、キムチを入れていると答えた。運転手が、キムチにしては激臭だ、と言うと、母親がくれた古漬けなんです、と答えてごまかした。その後彼は同様の手口で出張マッサージの女性を自宅に呼び寄せ、次々と殺害していった。彼は後で埋めた場所がわかるように栄養ドリンクの蓋を目印として置いていた。目印を置いた理由は同じ場所を掘らないようにするためである。つまり彼は多くの人間を殺害するつもりだったのだ。殺害された出張マッサージの女性たちは普段から家族と連絡は取っておらず、勤めていた店のオーナーたちも彼女たちが姿を消しても仕事が嫌になって逃げ出したものだと思っており、警察に届けは出していなかった。しかしヨンチョルはあるミスを犯した。それは被害者の女性の携帯電話を使用して別の女性を呼び寄せたのだ。その電話番号に気づいたオーナーが誘拐の可能性があるとして警察に通報。通報を受けた警察がおとり捜査をし、ようやくヨンチョルが捕まえられた。その際彼は激しく抵抗し、女性の番号が書かれたチラシを口に入れて飲み込もうとした。その後、取り調べを受けたヨンチョルは、富裕層の高齢者を殺害したのは自分だと自白した。そこで刑事たちが彼を現場検証に連れて行くと、事件現場を間違えたり、現場の状況と違うことを言ったり、通りすがった犬を可愛がったりした。その様子を見た刑事たちは、ヨンチョルは精神に異常があるだけで犯人ではないんじゃないかと疑い始めた。ただこれはヨンチョルが刑事たちを欺くためにやっていた。それに多くの捜査員たちが惑わされてしまっていた。その後、彼を再び取り調べ室に連れて行くと、今度は転換発作のふりをした。その様子を見た警察官は彼の手錠を外してしまい、さらに手違いで彼を一人にしてしまった。その隙をついたヨンチョルは、なんと正門から堂々と逃げ出してしまった。警察の大失態である。しかし、それから半日後、彼は横断歩道を渡っているところを刑事に目撃され、再び拘束された。その際彼はまたも激しく抵抗し、俺が何者なのか分かったら、お前らびっくりするぞ。俺はものすごい凶悪犯なんだ。お前らなんかの手には負えない、と叫んだ。取調室に連れ戻されたヨンチョルは、
よく捕まえてくれた。捕まえてくれなかったら100人はやっていた。と嘘吹いた。その後彼は犯人しか知り得ない情報を刑事たちに説明し始め、刑事たちはヨンチョルが犯人だと確信した。後日、ヨンチョルは刑事と共に各地の現場検証に向かった。警察が交通整理などをしなかったため、現場はごった返した。この時、テレビ番組の取材に応じた彼は、動機について誇らしげにこう答えた。女は不死だらであるべきではなく、金持ちは自分たちの所業を知るべきだ。その後、彼が遺体を埋めたとする山に到着し、指定された場所を掘ってみると、その場所からビニール袋に入った遺体が発見された。こうして、ユ・ヨンチョルは逮捕された。彼は最終的に20名の尊い命を奪った。被害者のうち3名の遺体が燃やされ、11名の遺体が切断され、ビニール袋に入れられ、山に埋められていた。なお、ヨンチョルは被害者4名の内臓の一部を食べたと明かしている。食べた理由は精神を浄化するため。ただ、彼が本当に内臓を食べたのかどうかを裏付ける証拠は出てきていない。7月下旬には検察に送致されるヨンチョルに被害者の母親が傘を持って攻撃を加えようとした。すると、その場にいた警察官が被害者の母親の胸のあたりを蹴り、鎮圧した。被害者の母親は、警察が犯人を早く捕まえておけば、と泣き叫んだ。警察官が遺族を蹴るという衝撃的な映像は生放送で流されており、警察には多くの非難の声が上がった。ヨンチョルは逮捕された時、26人を殺害したと主張したが、検察は21件の殺人で起訴した。その後、21人のうち1人は別の連続殺人事件の犯人の仕業であることが明らかになった。2004年9月6日に裁判が始まり、彼は自らの罪を認め、自身の死刑を要求し、被害者や遺族に謝罪をした。しかし、その後彼は自白を撤回したり、法廷で暴れたり、出廷することを拒否したり、自殺を試みたりしている。そして2004年12月13日、ヨンチョルは20件の殺人罪で死刑判決を受けた。なお、韓国では約60名ほどの死刑囚がいるが、1998年以降、死刑は執行されていない。現在ヨンチョルは、ソウル拘置所に死刑囚として収監されている。10ヶ月間で20名を殺害したユ・ヨンチョル。前半の犯行は間隔が空いていましたが、後半の犯行は1週間ごとに強行に及んでいます。彼の犯行はだんだんと大胆になっていきましたが、警察はなかなか彼を捕まえることができませんでした。彼は貧困家庭で虐待されながら育ちましたが、彼の家の近くには自分の家庭とは対照的な裕福な家庭が住む大きな家が建っていたといいます。ヨンチョルは小さい頃から自分の境遇に落胆し、富裕層に怒りを抱くようになりました。彼はこう述べています。私の怒りは貧しい人々を犠牲にして、金持ちがさらに金持ちになる社会システムに向けられている。また自身が社会から見放された存在であるということにも怒りを覚え、カタルシスを激化させていました。彼は妻に捨てられ、交際していた女性にも振られています。ここで彼の怒りの矛先は風俗嬢の女性に向けられました。女性に対する怒り、挫折、罰したいという感情が芽生え、報復の精神で強行に及びました。当初彼は元妻を殺害する予定でしたが、息子のことを案じ、思いとどまりました。しかし彼の怒りは収まることなく、他の女性に殺意が向けられてしまいました。ちなみに彼は息子のことは愛していました。彼がマスクをしていたのは、愛する息子が自分を知ってしまうということを恐れていたためです。おそらく彼の中には独自の善悪のラインが作られていて、彼はそれにのっとり自分が悪とみなしたものを殺害していったのではないでしょうか。彼はテレビ番組の取材にこう答えています。この事件を知った女性たちが不死だらな女になってはいけないということを学んでほしい。
社会での生活を諦めた彼は、自身を人に罰を与える権限を持った神のような存在と思っていた可能性があります。当時、ヨンチョルを見た心理学者は、彼は精神的な病気ではない。ただ、反社会性パーソナリティ障害の典型的な兆候を示している、と語っています。ヨンチョルに反省の色はなく、むしろ自分の犯行を誇らしげに思っていた節があります。連続殺人を犯すと決意した彼は、他のシリアルキラーよりもっと殺してやるという思いを抱いていたのかもしれません。最後になりますが、彼には絵の才能がありました。そんな彼は芸術学校への進学を希望しましたが、先天性色盲のために不合格となっています。また、受験戦争に巻き込まれ、兄弟と比較され、挫折して悪の道へと進んでしまいました。彼が成人した後も、当時韓国では貧富の差が激しくなっていき、行き場を失った人々が多く発生していました。ヨンチョルもそのうちの一人です。彼の境遇には同情する部分もありますが、それでも努力して這い上がっていけば、違った道もあったはずです。ヨンチョルが逮捕された後、彼の部屋が捜索され、ある一枚の絵が発見されました。そこには笑顔を見せる可愛い男の子の絵と槍を持っている悪魔の姿が描かれていました。これはヨンチョルが自身の姿を描いた絵です。彼は殺人を犯す時、悪魔になっていたのです。